はい、こんにちは。メイパスの菅沢です。本日のテーマなんですけれども、2021年度歯大志願者数ランキングをですね、皆さんにご紹介できればなと考えております。別にね、歯大志願者数ランキングを聞いたところで、受験勉強にはね、何の影響もないよねって考えた受験生いると思いますし、歯大志願者聞いたところで、ね、何もね、成績の足しになりませんけどっていう受験生いると思うんですよね。しかしですね、この動画、歯大志願者数ランキングを知らないで受験勉強するってことは、今後マイナスなことが起きてくるかなと思います。どの大学の志願者がめちゃめちゃ増えているのかめちゃめちゃ減っているのか知らないで勉強するのはめちゃめちゃ危険です。実際に年度は異なりますけど、今回ご紹介する内容とほぼ同じ内容です。本当は自分の第一志望校だけしか受けないと思っていた大学受験生がいました。ですが、歯大志願者数の傾向からこの大学も受けた方がいいよっていうね、大学をね、おすすめした受験生が過去にいました。その受験生、めちゃめちゃ合格できる確率は少なかった受験生なんですけど、なんとか G マーチ合格できました。もし皆さんが偏差値30、40から大学進学を目指している G マーチ合格したい、それこそ逆転合格をしたいと思っている受験生ならばですね、今回かなりですね、貴重な話ができるかなと思います。もし少しでも歯大受験考えている受験生、そして歯大の志願者数のランキングを舐めている受験生をですね、ぜひとも騙されたと思って最後まで見ていただけたらなと思います。そんな感じです。最後までご覧ください。どうぞ。それではですね、早速歯大志願者数ベスト20をですね、ご紹介させていただけたらなと思いますね。まずですね、1位から10位をご紹介させていただいて、なぜこの歯大志願者数ランキングをですね、見た方がいいのか、そこの情報をですね、後ほどお伝えしますので、もしですね、そこの理由だけ知りたい方はですね、一旦このランキングをですね、スキップしていただいてご覧ください。それではですね、まず1位から10位ご紹介させていただけたらなと思います。こんな感じです。ドンというところでね、見てもらえればわかりますけれども、近畿大学、明治千葉工業大学がトップ3という形で並んでいる、ね、明治大学に関しては全国2位で、東京首都圏の中だと堂々の1位です。そこに対して早稲田大学に関しては志願者数が大幅減、特にですね、早稲田大学政治経済学部で文系数学が必須になりました。その影響があるんじゃないかなと思います。またですね、見てもらえばわかりますけれども、半数以上の大学が志願者数 10% 以上ダウンしていることがわかるかなと思います。しかし志願者数唯一10万人超えが近畿大学という形で、かなりですね、ブランド力アップというところもそうですけれども、やはりカンカン同率の滑り止めであるとか医学部設置も影響してるんじゃないかなと考えております。そこに引き続き11位から20位見ていきましょう。こんな感じ、ドンというところで、見てもらえればわかりますけれども、11位の立教大学、18位の青山学院大学、ね、伸びる立教、そして敬遠された青山学院大学というところがイメージ湧くかなと思います。かなりですね、これは入試改革の影響が反映されたんじゃないかなと思っております。特にですね、立教大学は独自試験を廃止して、実際に外部の英語利用試験を使って受験機会を作ろうというところをね、入試改革しました。ということでですね、実際に立教大学ですね、かなり受験機会が増えたんですよね。つまり外部英語利用試験を受ければ受けるほど自分の合格機会が増えたりとか、それこそ全日程、全学部日程が実施されたことで受験機会がもっともっと増えたんですよね。立教大学とても受けやすくなっています。なので志願者数がですね、前年比よりも 6.8% 上がりました。実際青山学院大学に関しては共通テストを受けないといけない、そして独自試験を受けないといけないというところで、かなりですね、敬遠された受験生が多いんじゃないかなと思います。特に青山学院大学を志望としていた受験生がですね、立教大学に流れた、そういう傾向が見て取れたかなと思います。半数以上の大学で志願者数が 10% 以上ダウンというところで、中にはですね、京都産業大学、青山学院大学に関しては前年比 30% ダウンというところが見て取れるかなと思います。さて、なぜですね、ここでね、志願者数ランキングをご紹介させていただいたのか、いろいろと理由があるんですけれども、確かにですね、受験勉強とか、受験の効率とか、受験の熱量とも大事なのはわかるんですけれども、一番大事なのはですね、受験戦略なんですよね。今この数字を見た時に皆さんは何を思いましたか？何も思ってない受験生はかなり危険です。受験機会が減っている、それこそ顕著に減っている、例えば早稲田大学とか青山学院大学は今後も敬遠される傾向があると思います。なぜかというと、早稲田大学に関しては、それこそ共通テスト利用入試を受けないといけない、ね、学部が出てきたりとか、それこそ、ね、政治経済学部に関しては数学を利用しないと受けれない、ね、形になってきました。青山学院大学に関してもそうです。共通テスト利用入試を受けないと合格できない、そういう形式になってきました。ということはですよ、ね、一般の私立専願の受験生
生からすると、まあ、かなりですね、受けづらくなってきたんですよね。ということは逆にですよ、国公立大学を目指している受験生からするとかなり受けやすくなっているので、もしかすると国公立大学を受けている受験生からすると、受けてみてもいい大学になってきてるんじゃないかなと思います。逆にですけど、そうなると私立専科の受験生が減るので、競争率はどんどん減っていくわけですよね。ということを踏まえたときに、私立専科でも共通テスト対策をすることによって、大学受かりやすくなったり、早稲田受かりやすくなったりすることが考えられるわけですよね。ということを踏まえたときにね、皆さん、この私大志願者数ベスト20を見たときに何を感じるか、ね、そこをお任せします。お任せしますけれども、ここから何を得れるか、ね、ここからどれだけ得れるかどうかが、今後皆さんの受験勉強の結果を左右するんじゃないかなと思っています。特に今年は、浪人生が減っています。そして安全志向の受験生が増加しています。ということを含めたときに、日東混戦三金交流の難易度がめちゃめちゃ上がります。反対に、Gマーチ総計の難易度が、ちょっと若干下がるんじゃないかなと思っています。ということを含めたときに、たくさん受験機会のある立教大学、そして、マーチの中でもかなり難易度がある明治大学を目指すのも、一つ受験選択肢を得るものとして、受けてみてもいいんじゃないかなと考えております。ね、もし少しでも Gマーチ合格したい方、ぜひともね、しっかりこの情報を参考にしていて、勉強頑張ってほしいかなと思います。なぜここまで下がったのかね、理由がね、4つありますので、そこをね、なんとなく見て捉えたらなと思います。一つ目がですね、まあ、少子化による18歳人口の減少というところ、まあ、ちょっとここにグラフ載せておきますので、まあ、なんとなく見てもらえればわかりますけれども、まあ、やはりなんとなくね、受験生が減ってきているところはあるんじゃないかなというところですね。一つ目に、学校推薦型選抜入試の拡大ですね。まあ、それこそ、俗に言う指定校推薦というところがだんだん増えてきているというところですよね。まあ、これに加えて、総合型選抜入試、AO 入試も拡大してきているというところも、少なからず理由としてあるんじゃないかなと思います。そして3つ目ですね、コロナウイルス拡大による都市圏大学の経営ですね、状況組が減ってきてますので、そこもかなり増えてきてるんじゃないかなと思います。そして4つ目ですけど、最近はね、減ってきてますけれども、定員の厳格化ですね、少なからず早稲田大学とか、それこそ他の GMAT でも、ちょっとずつですね、今ね、定員が、ね、減ってきてるんですよね。そこの代わりに総合型選抜の枠が増えたりとか、指定校推薦の枠が増えたりしてきてますので、やはりですね、予想ができない年度だからこそ、ね、安定的に取れる指定校推薦の枠を増やすことによって、一般入試の枠を減らすっていう形が出てきてると思います。だからこそそこをね、敬遠する受験生が増えてきている、志願者数が減少してきている、ね、一つのゆえになるんじゃないかなと思います。というところでね、ここまでね、結構ね、貴重な情報をお話しさせていただけたかなと思います。ぜひともね、この情報を参考にしていただいて、勉強頑張ってほしいなと思いますし、もしね、Gマーチを受ける受験生であれば、外部英語利用試験を受けている受験生からすると、立教大学がかなり受けやすくなるんじゃないかなと思います。逆に国公立大学を考えている受験生は、青山学院大学を受けてみてもいいんじゃないかなと思います。その他の受験生はですね、明治、中央厚生学習院になるかなと思うんですけれども、もしそこで滑り止めとして狙うんだったら、中央厚生学習院がいいと思います。ね、そこの情報を参考にしていて、勉強頑張ってください。あとですね、この動画を忘れないように、高評価もね、しっかりして、いつでも見返せるようにしてほしいかなと思います。そんな感じです。今回はありがとうございました。今、メイパスでは、無料受験相談、そして2週間無料体験を行っております。Gマーチに合格したいよ、明治合格したい、青学合格したい、立教合格したい、そういう受験生の方々をサポートできたらなと考えております。もし少しでも、ね、Gマーチ合格したい受験生はですね、無料受験相談、2週間無料体験、応募していただけたらなと思います。下の概要欄のリンクから公式 LINE ご登録いただいてご応募いただけたらなと思います。ちなみに G マーチ合格診断も行っておりますので、もし少しでも自分が G マーチ合格できる割合どれぐらいあるのかなって知りたい方はですね、公式 LINE にご登録いただけたらなと考えております。それではありがとうございました。質問とコメントなどあればですね、どんどんお寄せください。ありがとうございました。